こんにちは、柴田です。今回はですね、ギターの鳴らし比べなんですけれども、私シーバードはですね、このバーニーの RLC55 をですね、異常に可愛がっております。めちゃめちゃ安いんですよ。もう中古でね、3万円しないです。2万7、8000円で買って、本当に大したギターじゃないんですけれども、なんか弾きやすさだったりとか音とか気に入っておりまして、まあ一回ですね、ピックアップをね、交換したんですよ。まあその動画上げさせていただいたんですけれども、ダンカーの SH1 にリアを変えたんですが、今回ですね、またまたピックアップを交換いたしました。なので SH1 はリアから取り外しました。このね、安いギターをこうやっていじっていくっていうのはですね、非常に魅力的で、音のね、変わり具合もね、すごい分かりやすいんですよね。高いギターはね、それはもちろんいいですよ。もう完成度が非常に高いですし、なかなかいじりどころがなかったりするんですけど、このね、安ギターはいろんなところにね、粗があるので、そこをね、こう変えていって潰していく、そして自分好みの音にしていくっていうのがですね、楽しいです。で、今回千葉管楽器のマイスターとお話をしまして、リアのピックアップをダンカンの JB SH4 ですね、そしてフロントを SH1N にしております。いわゆる号泣ですね。この間までリアにつけていた号泣をこのネックの方に持ってきたわけではなく、ネック用の号泣を乗せております。改造費をですね、込みにしても、このギターはですね、5万円いってないんですよ。定価はね、5万5千円ということで、サムネイルには5万5千円と書いてありますが、全然5万円もしないぐらいの改造費と本体費。このですね、お安いギターを、なんと証拠りもなくですね、カスタムショップのギブソンレスポールスタンダードと鳴らし比べてみようという風な動画になっております。その価格差はですね、もう10倍以上、12倍、14倍っていう感じです。下手すりゃ15倍、16倍という感じなんですけれども、ぜひぜひですね、音聞いていただきたいです。バーニーもね、頑張れるぞというところをですね、皆さんにお伝えできたらなと思っております。まあ、これはですね、マイスターと一緒に話をして、ちょっとひねりが欲しいねということで、このリアの JB をですね、タップできるような仕様にしております。ここですね、スイッチを引っ張ることでタップが可能になってます。まずはですね、タップの音を一度お聞きください。感じでタップいかがでしたでしょうか。結構ね、クリアーな感じで、 JB がね、結構出力が強いので、それをね、半分にしている、めちゃめちゃ使える音だと思います。ではでは、この後カスタムショップとの鳴らし比べお聞きください。